はい、スタートしました。ウラギチャンネルです。今回こちらですね、みんなで決めよう。ウラリの4月 MVP ということで、ゲストは川地義行さんですよ。よろしくお願いします。あーす。あと、ユージ&カナメになります。よろしくお願いします。はい、こちら、突然のレビューライブ後に収録しております。ということで、改めまして、みんなで決めよう。ウラリの4月 MVP。これ、新企画になります。3月に1回やっておりまして、そちらの結果発表。はい、忘れておりました。はい、ウラジ3月の MVP 結果は発表いたします。こちら皆さん、多くの方2388票も。あ、でも秋元惜しかったんだな。惜しかったですね。何票かっていうのが分かんなかったんですけど、パーセンテージと28と20なので本当に僅差。あ、そうなんですね。はい、ということで今回はその4月版という感じなんですけども、ルールとしましては、YouTube にあるコミュニティ欄がありまして、そこのアンケート機能が選択肢が5つなんですよ。なんでその5名から皆さん投票していただいて決定するという感じです。で、なんとか4月を振り返りますと、4月は6試合ありました。あら、意外と負けてないと言ってもね、引き分けが多いんですよね。一応4月5日のルヴァンカップ第3節川崎戦は0-0、4月9日の名古屋戦、これ J リーグですね、は0-0で、4月15日、新サイスター、初めてですかね。第8節は4-1で勝ちました、札幌。で、19日の湘南戦は1-1の引き分け。23日の川崎戦は1-1。29日のアルヒラル第1戦は1-1という感じですね。ということで、私の方が先に3つ挙げて、その後、川地さん、ゆうじさんが1人挙げていただくという合計。はい、1人目、卑怯です。勝利。これなしにした方がいいんじゃないのかな。いやいやいや、次来たらやめましょう。理由としましては、まあ、もちろん守備が固いっていうのはありますけども、札幌戦すごいなんかこうじれた展開でなかなか点が入んなかったんですよね。その時にもう勝利選手が上がっていって自分で決めてしまった。関根選手との、ワンツーで抜け出してシュートっていうので、やっぱりこっからね、流れ良かった。ありましたね。まあ一応今チーム得点王らしいぞ。そうなんだ。まあ PK もありますしね。まあ2点で得点王だったけどね。そうか、まあそこが問題ですね。2人目、コオロギ選手。まあこれもちろん全体的にあるんですけど、一番やっぱり4月29日アルヒラル対浦和の貴重なアウェーゴールを決めた、あの値千金だと思うんですよね、このゴールは。あれによって第2戦がすごくこう浦和有利に展開できたっていうのもあるんじゃないかなというので、コオロギ選手で、3人目が早川俊平選手。こちらいきなり、ユース、まだ高校3年生の選手なんですけども、出てきまして、湘南戦いきなりゴール、その後もベンチ入りもして、なんと4月29日のアルヒラル戦では途中交代もしたという感じで、だいぶ今乗りに乗ってる選手なんじゃないかなという、はい、ここまで来ましたけど、4人目、川内さん、こちら事前に選んでいただきまして、西川周作選手なんかちょっとずるい感じもありますけどね。いや、もうなんか安定感と、まあ、本当なんかザイオンがみたいなね、すごく聞かれる中でも、そのやらせない説得力、それはすごいですね。何かあったら多分もうザイオンってなるじゃないですか、もう今。間違いない。で、これも本当にだから負けてもおかしくないなっていう試合展開でもあったんですけど、負けにさせなかったっていう、確かに勝ちは札幌戦だけでしたけど、負けにさせなかったっていうのは本当相当こう西川周作の貢献でかいだろうなっていうふうに思いますね。5人目なんですけども、UG さんの枠としまして、こちらです。ちょっといろいろ悩んだけどな、伊藤敦樹で。はい、僕ないだろう、だってほとんど試合出てるし、休みねえしさ。そうですね、ほぼ休みないですね。プレーでもね、やっぱり去年よりも迫力があるというか。いや、攻撃がすごいいいよね。俺の大好きな、オプタのランキングだと攻撃トップって伊藤ですよ。まあ、どんだけ上が回ってねえんだって話になっちゃうんだけどさ。そうですね。もう攻守の要ですよ、今や。もうここに、本当全盛期のフランク・ランパードじゃないですけど、ペンっていうものがついてきたらもっともう最強です。いや、もうすごいね。ミドルだよね、やっぱね、必要なのは。そうなんですよね。そこなんですよね。10点とか決めちゃうとあっという間にベルギーとかいっちゃうんで、程よく2点、またベルギーの悪口か、お前。程よく2点ぐらいとかがいいかなと思いますけど。でも今浦和にいた方がいいんじゃないですか。いや、よっぽどなオファー来ちゃったらしょうがないですよ、もう、断れないように。もう25だろ。はい、でもクラブワールドカップ2回出れんだもんな、最低でも。相当ですよね、これって。もうなんか新フォーマットのクラブワールドカップに関しては、おそらくヨーロッパ勢もガチになるだろうなっていうのは分かってて、なんでか、他のヨーロッパ勢も出るからですよね。これがヨーロッパ行って、あとは残りの南米でとかってなってると言い訳材料ができるじゃないですか。でももう言い訳できないんで、だそういう大会なんで、そこに確実に出られるって決まってるのは本当でかいと思うし、これから裏に入りたい人なんていっぱいいますよ。だ伊藤敦樹がそれでいなくなったら、そこの枠もみんな狙ってきますよ、外国人含めて。新 CWC に出るかもしれないチームの方は、こちら、これだけの。ヨーロッパと南米だけだけど。半端ないですね。
その頃までね、チェルシーがもっとね、なんかこう、立て直してるといいです、うん、振り返りますと、1人目がショルツ、2人目がコーロキー選手、早川選手が3人目、で、4人目が西川選手、うん、5人目が伊藤敦樹選手ということで、コミュニティ欄から投票をお願いいたします。最後、ちょっとチャンネル登録していただくと、私が中心に喜びます。はい、素直になってよろしい。これ伊藤敦樹に投票すれば、もしかしたら裏を背負う責任が増して、そうですね。裏にいようってなるかもしれない。でもそんなダメですよ。忖度は。ちゃんと評価してください。投票ぜひお願いいたします。じゃあ今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。